今の球は打ちたかったですね。はい、そうですね。空振り三振、ランナーは動けませんでした。腕の振りがいいとついついまっすぐに見えちゃうんですよね。打席には5番バッター雄平。ツーアウトランナー二塁三塁です。ファウルになります。改めてお聞きします、この雄平打ちました。一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。1回終わりました、5対0、ジャイアンツがリードしています。先発の山口がバッターボックスです。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。アウトコースボール、低いところへ決めてきました。147キロ。さあ3球目は何か。スライダーが決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります、バッター坂本。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球ボール、ファウルになります。次が3球目、高めストライクになります。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。打席には2番バッター丸。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。際どいコースに送ってストライク。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。5対0、ジャイアンツがリードしています。2回の裏、追いかけるスワローズの攻撃。打順は6番西浦。スワローズ点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッター、センターへ抜ける、先頭バッター出ました。スワローズノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている村上。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール、
ッター、これはどう、ファーストの左抜けました。スワローズチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁、8番バッター中村。さあ序盤から離された格好ですが徐々に返していきたいところ。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。外の低め見極めます。さてバッターボックスの中村、どういうバッターなんでしょうか。まあ当てるのがうまいですから三振を取るのは難しいバッターですね。なるほど、そうですか。4球目は何で来るか、内に持ってきました。際どいがあっとフォアボールです。これでノーアウト満塁、その差を縮め同点あるいは逆転まで持っていけるか。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。初球から打っていった。さあ面白い当たりになった。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、きっちりと犠牲フライを打ちました。自らのバットで1点をもぎ取りました。決めてくれましたね、さあそしてこのチャンスで打席には1番の太田が入っています。まず何を投げてくるか、いいコースですが外れています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。外へのストライク。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。2アウトランナー2塁1塁と変わっています。2番バッター青木、スワローズもこの回1点を返しています。さあ4点を追いかけなおも点差を縮めていこうかというところ。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。インコースを厳しく攻めます。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、スワローズさらに1点返しました。レフト前へのタイムリーヒット、5対2になりました。スワローズなおも2塁1塁のチャンスです。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いやここでね一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。いい形でつなげましたね、さあこのチャンスでバッターボックスには3番の山田が入っています。当然ここは長打を警戒します。
さあ2球目は何か。バッター有利なカウントになりました。まあ甘い球をねしっかり仕留めたいですね。3球目は何で来るか。外低め決まってストライク。152キロ。これで3ボール。厳しくなったか。そうですね、バッターをね意識しすぎたかもしれません。これが5球目。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。ここからは確実に狙っていきたい。打ちました。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。スワローズさらに1点返しました。センター前のタイムリーヒット。5対3。スワローズ2点差に詰め寄っています。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いやここでね一気に攻めたいですね。これで2点差と縮まりました。ここで一気にいきたいですね、さあそしてこのチャンスで打席には4番のバレンティンが入っています。初球甘いところでしたがこれは見ていきます。見送ってボール。153キロ。これが3球目。ここからは確実に狙っていきたい。さあ勝負してくるのか。打った。サードに抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。バックホームする。レフト前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。さあそして打席には雄平が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ、ここは同点にするためにも続いてほしいですね。なるほど、そうですよね。初球甘いところでしたがこれは見ていきます。狙っていきたい。さあ外してくるのか。大きく外れました。まあ、ここは狙いを決めつつ、それ変化球打った。セカンドが抑えた。二塁送球。二塁アウト。これで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回スワローズ点差を縮めていきます。2回終了5対3。スワローズが追い上げています。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。この状況であれば本当に打線に感謝しないといけませんよね。切り替えていきましょう。初球空振りです。スライダー外れます。
さあ3球目は何か、内へ持ってきましたが外れました。これが4球目、打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。